ローファインダーで撮りますと露出が暗淡になります。こちら200分の1秒でシャッターが切れています。それではですね、ファインダーを手で覆った場合どうなるか、このように100分の1になります。このように一絞り分露出が違ってしまいます。準光線の場合にはですね、必ずファインダーを除いてシャッターを切るようにしてください。続いてレリーズの使い方です。レリーズはこのように装着するわけですけども、このレリーズをつけてですね、シャッターを押すとき、このレリーズのボタンを押すわけですけども、これが通常の押し方です。通常はこのように押すわけですけども、ここにロックがありますね。押し込みながらスライドさせるとロックになります。これがレリーズロックということになります。このようにしてスライドさせて、撮影をするわけです。これは長時間録音のような時にですね、利用できます。この作品は録音時間が8分ということだったんですが、8分の録音で撮影をするとですね、このような作品になります。ところがレリーズをロックがないとですね、ずっと押してなければならないということになってしまいますので、レリーズロックをしてシャッターを開けっぱなしにしていただくと。そして撮影が終わるときにですね、ロックを解除すればですね、シャッターが落ちるということになります。このような高いアングルで写真を撮るという場合があります。エレベーターまで伸ばしてですね、かなり高い位置から撮ってるんですが、これは手前にある看板が邪魔になってしまうので、その上を越してですね、撮影をしたいという時なんですが、このような時にも傘が役立ちます。フードですと十分に光が避けられないぐらいレンズに入りやすい状況の場合にはですね、フードを使うよりもこのように傘を使った方が綺麗に光をカットすることができます。今コマ落としで見ていただいてますけども、このようにすると光がカットできるわけです。少し日陰になったところ、ここがカットしたところですね。あとはこのように逆光で結果を見るとき、液晶モニターそのままですと目の前に光がありますので、その光を受けてみるとモニターが見にくい、こういう場合にも傘が役立ちます。続いてここのボタンですね、インフォというボタンを撮影の状態から何回か押すと水平が撮れるようになります。この緑が出ている時が水平が撮れているという時です。この状態で撮影をするとカメラの傾きがなくですね、撮影できますので、これも非常に役に立つと思います。そして撮影し仕上げたのがこちらの作品です。かなり直接光が入るぐらい低い力の逆光なんですが、晴れ霧がうまくできてますので、このように綺麗に山並みが表現されました。フードもいいんですけども、フードだけでカットできない場合もまあまあありますので、そういった場合には傘を使っていただくといいと思います。以上のことを参考に撮影に生かしていただければと思います。